一遍にパッと入ってこられますと整理がつかないんで、このようにね、グーして一人一人入るようになったんですよ。ただ例外、木札持って入っていただいたんですけども、現在はもう皆さん、小屋から出てきて173年になりますが、この場所にあったわけでございません。この下200メートルほど下に現在琴平町の歴史民俗史、これを真ん中から立ち割りましてね、こう天地反対したら天地学上非常に安定するというふうに聞いておりますが、まあ難しいことは分かりませんが、要は前に日本、後ろに日本、昔の奈落。これで回すには舞台をな。